トマス・ゲインズ・バラによる肖像画1776年が、トマス・ハドソンによる1749年の肖像画に基づく。初代ホルクストン子爵ジェイコブ・ブーベリー1694年10月14日、宣令1761年2月17日は、グレート・ブリテン王国の政治家、貴族、科学技術産業振興協会の初代会長を務めた。 初代順団シャクサー・ウィリアム・ドブーベリーと二人目のスマーン・アーリーの次男として生まれ、1694年10月14日にセント・キャサリン・クリーで洗礼を受けた。1708年、1709年にミドル・テンプルに入学、1711年10月20日にオックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学した。その後、1717 17年に、 父が死去すると1万8000ポンドを継承し、ロンドンで商人を務めた。1722年に、叔父ジェイコブが死去すると、ケントにおける領地を継承。1736年11月21日に、兄にあたる第2代順弾社クサー・エドワード・ド・ブーベリーが死去すると、順断社区やとロングフォード城などの財産を継承。翌1737年4月22日に、 議会の司法案可決を受けて、政をドブーベリーからブーベリーに改めた。同年に、ジョージア植民地信託に1000ポ本ドを寄付すると、信託の一人に任命された。1741年イギリス総選挙で、トーリー党の候補として、ソールズベリー選挙区から出馬、当選を果たした。議会では常に野党の一員として投票したが、 1747年6月29日に、グレートブリテン貴族であるウィルトシャーにおける、ロングフォード男爵とケント州における、フォルクストンのフォルクストン主爵に除された。除爵の理由は、ブーベリーが、国王ジョージ二世の愛称やアす女伯爵、アマーリー・ゾフィー・ホンバルモーデンに12000ポンドを支払ったためだったとされるが、オックスフォード英国人名辞典ではこれを、ゴシップであるとした。 1750年代に第二代ロムニー男爵ロバート・マーシャムと共に儀芸協会の設立を計画したが、ウィリアム・シップリーも同様の計画を立てていた。1753年にマーシャムの友人、スティーブン・ヘイルズの紹介でシップリー、フォルクストン、マーシャムが会談すると、フォルクストンとマーシャムは、シップリーの計画への指示を決め、 1754年3月22日に協会として最初の会議を開催した。その後、1755年2月5日に正式に科学技術産業振興協会に選出された。以降1761年に死去するまで会長を務めた。最初の会議ではフォルクストン含め11人しか参加しなかったが、1761年に 死去した時点で教会の会員数は1000人に膨れ上がり、フォルクストンは1758年にその功績で教会から金メダルを贈られた。それ以外にも、マーシャムと協力して1756年のマリーンソサエティ設立に尽力、ステゴ養育院のガーディアンを務めた。1761年2月17日に死去27日にブリッドフォードで埋葬された。 息子ウィリアムが爵位を継承した。ホレスウォル・ポールによると、ジャコバイトだったという。1724年1月31日、メアリー・クラークと結婚に何四条を設けた。1741年4月21日、エリザベス・マーシャムと再婚に何を設けた。ありがとうございます。